それでは両選手のプロフィールここでご紹介します。まずはアンタッチャブルの異名を持つパーネル・ウィテカーです。アメリカバージニア州ノーフォーク出身の33歳。1984年のロサンゼルスオリンピックのライト級で金メダルを取りプロ入り。ライト級では WBA、WBC、IBF の3団体を統一。その後 IBF のジュニアウェルター級、WBC のウェルター級、そして WBA のジュニアミドル級タイトルも獲得し、史上4人目の4階級制覇を達成しました。しかし今年の4月オスカー・デラ・ホーヤに敗れ、 WBC ウェルター級タイトルを明け渡しました。今日の試合に勝って WBA のウェルター級タイトル挑戦を狙います。これまでの戦績は43戦40勝2敗1引き分け、40勝のうち17の KO 勝ちがあります。そして WBA のウェルター級で1位にランクされているのがロシアのアンドレイ・ペストリアエフです。1970年生まれの26歳。92年にスペインでプロデビューし、ロシアのほかチェコ、カザフスタンでも試合をしています。94年にはセルゲイ・アダモフを3ラウンドに KO してロシアのウェルター級タイトルを獲得しました。最近は主戦場をフランスに移して世界タイトル挑戦のチャンスを伺っていました。今日ウィテカーを破れば世界への道が開けます。これまでの戦績は21戦20勝1敗20勝のうち15の KO 勝ちがあります。はい、ウィテカーの方はもうおなじみなんですけども、対するこのアンドレイ・ペストリアエフなんですが、ロシアの選手、ほとんどこれ小泉さん無名と言ってもいいかと思うんですが、どういう選手なんでしょうか。まあ、今年の2月にですね、ホセ・ルイスに勝って欧州ヨーロッパのウェルター級チャンピオンになってますね、はい、特にホップステップジャンプと言いますけど、まずロシアのウェルター級取って、はい、そして欧州タイトルも取ってますよね、だからそういうことで世界の1位に浮上してきたんですね。はい、で繰り返しですけども、この試合はタイトルマッチではないわけですよね。だからこれは挑戦者決定戦なんですね、はい、だからこれの勝者がそのチャンピオン、愛好ティへの挑戦権を得ると、そういう名目になってるんです。なるほど、はい。まあ、そういった試合、浜田さんどの辺に注目されて、はい、まあ、やっぱり注目するのは、ウィテカーだと思いますけどね、ウィテカーここ最近波がありますよね、まあ、ただ前回のデラフォエとは出来は良かったですからね、はい、その出来で臨めればウィテカーの勝ちは動かないんじゃないかなと思いますけどね。そうです。小泉さんはどう思いますか。これランキングは2位でウィテカーの方が下なんですね。一つだけですが、まあ、元々 WBC のチャンピオンですからね、はい、だから WBC のタイトル奪われて、そしていきなり WBA の1位っていうわけにはいきませんから、まあ、上位、最上位っていうのが2位なんでしょうね。どの辺にポイントを置かれますか。はい、ウィテカーその出来としてはですね、デラホヤ戦確かに敗れたんですけど調子は悪くなかったと思うんですね、ウィルフレド・リベラ戦でちょっとなんかそのウィテカ得意の防御感がちょっと鈍ったんじゃないか、はあはあ、ところがデラホヤ戦で生き返ったと、じゃあこの試合でですね、ウィテカをまた進化発揮してほしいですね。さあどうなりますか。勝った方が次期挑戦権を獲得いたします。ご覧いただきましょう。なおこの試合はですね、放送時間の関係でハイライトでご覧いただきたいと思います。パーネル・ウィテカーとアンドレイ・ペストリアエフが対戦します。 WBA 世界ウェルター級次期挑戦者決定戦、この試合は10月17日コネチカット州のレッドヤードフォックスウッズカジノで行われたものです。 WBA 世界ウェルター級タイトル挑戦者決定戦です。パーネル・ウィテカー対アンドレイ・ペストリアエフの一戦です。 Let's get ready to rumble!12 rounds of boxing for a WBA official championship elimination bout in the welterweight division. Sanctioned by the World Boxing Association, WBA supervisor ringside James J. Binns. Introducing first, fighting out of the red corner. He's wearing red and weighs in at 148 and one quarter pounds. He comes to the ring with an excellent professional record of 20 victories.15 victories by knockout with only one defeat. Ladies and gentlemen, from Sterletimik, Russia, introducing the WBA number one ranked welterweight in the world, Andrei Pestraev. こちらがランキング上位です。ランキング1位、アンドレイ・ペストリアエフ。And across the ring, fighting out of the blue corner, wearing emerald green, his weight is 149 pounds even. In 1984, he captured Olympic gold. And now, as a professional, he has 40 victories, 17 of those by knockout with two losses and one draw. And
He has captured four world championships in four different weight divisions. He's always been considered by many as pound for pound one of boxing's best. Ladies and gentlemen, from Norfolk, Virginia, presenting the four-time champion of the world, Pernell Sweet Pea Whitaker. ランキング2位です。4階級制覇のパーネル・ウィテカー。いつも思うんですけどね、はい、あのアメリカの選手ってリングの四方にあんまり挨拶しませんね。このウィテカーはですね、東洋人、日本人みたいなああいう礼の仕方しますね、はいはい、さあレフリーの注意を聞きました。 WBA 世界ウェルター級のタイトル挑戦者決定戦です。このアンドレイもですね、あのオズベク・ナザロフ選手のようにですね、フランスのアカリープロモーションに属してるんですね。あ、そうなんですか。さあ試合が始まりました。左を出します。アカリープロモーションはじゃあそういう勝ったの協賛権からのこうルートがあるんでしょうかね。そうですね、みんなアカリエ、アカリエって言って、ええ、明るいところに行ってしまうんですねフランスですね。これんじゃないかなという気がしましたが、赤のトランクスがそのアンドレイ・ペストレイフ、ロシアです。そしてグリーンのトランクスがパーネル・ウィテカー。ウィテカーは4月12日あのオスカー・デラ・ホーヤに黒星をつけられました。以来6ヶ月ぶりの試合になります。ボディを追ってきます。このアンドレイは上背結構ありそうですね。15センチの差がありまして183センチですね。ウィテカーの方が168センチ15センチ差です。リーチも185センチ、ウィテカーは175センチ。まあブロックはしてましたけどタイミングが良かったですね、はい、身を出していきました。出したところ頭がいった、こんな感じです。くぐります。パーネル・ウィテカーはイタリアからしますと意外と戦績は少ないかなという気もするんですが、これが44戦目です。かつてライト級統一に成功いたしました。その後ジュニアウェルター、さらにはウェルタージュニアミドルと4階級制覇に成功していますパーネル・ウィテカー。現在は無冠です。ワンツーを出していきます。片打ちやられました。左アンドレイ・ペストレレフ、グローブとグローブ。アマさん、6ヶ月のインターバルといえば、まあ、このベテランとすればちょうどいいくらいかもしれませんね。まあ、そうでしょうね、また、デラフォーヤとの試合の気合の入り方が違いますからね。あ、そうでしょうね。それぐらいやっぱり休んだ方が逆に集中力が増すと思いますよ。大きく振ってきました、パーネル・ウィテカー。そのせいか、非常に元気よさ、アグレッシブさを感じます。アグレッシブですね。まあ、またあのリーチ高さが違うんで、はい、まあ、いつもの避けて打つパターンよりも攻めていけないとパンチが届かないですね。なるほどね、踏み込んでいけないといけない、ね、そういうことですね。リーチ差は随分あります。10センチの開きがあります、この両者。映像で見るともっとあるような気もします。アンドレイ・ペストラエフ20勝して1敗 15KO 勝ちです。これが22戦目飛び込んでいきました。左から右、右。アンドレイはですね、上背もありますね、あのスピードもありますよ、はい、勘もそんなに悪くはないんですけれど、まあ一打で倒すっていうそういうパンチ力はないですよね。第1ラウンドを終えています、ウィテカの10対9ですね、はい、まずいつものようにあの採点基準なんですけど、まず有効なクリーヒット、これを第一に見ますね、はい、その次は構成、まあ、前出て相手を攻めていることですね、はい、そしてディフェンス技術、そしてリングジェネラルシップというんですけれど、そのどちらがペースを支配しているか、はい、まあ、上の基準でどうしても差がつけられないところは、どちらがそのラウンドより長い時間支配していたか、はい、それで振り分けていくんですね。漠然としたものなんですけど、どちらかといえば片方が試合してたと、それでポイントが振り分けられるんですね。それが採点、最近の採点傾向だと思います。ということで第1ラウンドはウィテカーにつけました。次期挑戦者決定戦です。ランキング1位と2位が対戦しています。
決してタイトルマッチではありません。しかし注目のこのパーネル・ウィテカーが登場しています。パーネル・ウィテカーのコーナーにはご覧いただいた通りルー・デュバー、それからロニー・シールズが控えております。見を出しました。浜田さん、先日ラスベガスに行った時にもロニー・シールズね、ルー・デュバーと組んで手本をついてましたよね。今じゃ世界チャンピオンクラスにはみんなついてますね。かつて浜田さんと戦ったこともあります。まあ随分太ってましたけどね浜田さんそんな変わってないですけどね。まあ本当10年ぶりぐらいでしたよ。右を出します。ああもうそんなになるんですね。そうですね。第2ラウンド1分経過しました。右、浜田さん右はよく放ってませんか。あの浮いてからですね。だから入りやすいですね。浮いてからの右は、まあ、今までのサウスポーの論理をちょっと変えたやり方なんですね。というと右をですね中から結構打っていくんですよ。今までのサウスポーに対して教え方っていうのは右は常に外から打って左をまっすぐ打てと、はい、いう感じですが、もう右を真ん中からどんどん打ってきますよね。よく引っ掛けるようにしてね回れというね。そうですそうです。感じになりますけども、右手側の場合は中から中から突き上げていきながら入ってきますね。珍しいタイプですね。このインサイドから右を突き上げていきます。おー、決まった。いいパンチが入りました。気合入ってますね。やはり無冠の状態というのがね、いやーなかなかプライドありますからね、4階級制ウィテカーですから。なんとか早くこのタイトルを取り戻したいという気持ちがあるんでしょう。パーネル・ウィテカー万全の仕上がりでここまで来ているようです。1分を切りました。第2ラウンド左を大きく振っていきます。まあこの試合どんどん攻めてはいますけど、逆に相手が攻めるともっといいんですけどね、するとあなるほどね。ウィテカーは攻めて打つ、まあそれはもちろんのこと避けて打つ、これを見せたいところですよね。はい、ナイスコンパ。左のストレート、フェイントです。見込んできました。インサイドの攻撃になりました。これは懸命にクリンチ。浜田さん客観的に見てこれ浮いてがいいですね今日は。調子いいですね。それと力入ってるんですね。はい、どうすると力入ってる。今パンチに力入ってるってことです。はい、今いい右フックで相手回しましたから、あれを使えばいいんですよね。めったに使わないですね浮いてが。ゴングです。第2ラウンド終えました。まあ、さっき言いました、右フックといい、いい左ストレートを打ち込みましたね。だからこのラウンドも有効なクリヒットでは勝ったと思います。10対9、ウィテカーのラウンドです。パーネル・ウィテカーは過去2敗しか棄していません。ホセ・ラミレス、それからデラホーヤ、この2敗だけです。一つ引き分けがあるんですが、これはもう皆さんご存知だと思いますが、チャベスと戦ったものです。今背中見えてるチューステコムですね。これがルイ・アカリエですね。はい、でルイ・アカリエが現役時代ですね、兄さんのミシェル・アカリエがそのスポンサーとしてサポートしてたわけです。弟の試合で引退後兄弟でプロモーションを作ったんですね。でアカリエブラザーズっていうの AB、スターズプロモーション、それがまあアカリエたちのプロモーションの名前ですね。はい、このアカリエの名前はこれからどんどん出てきそうですね。まあフランスがですね結構盛んになってきましたね。まあ、先日はナザロフの試合でそのアカリエの名前を出しましたけれども、今後も出てきそうな気がします。まあ、ファブリック・ティオドとかですねローラン・ブードワーにいます。そして、はい、アイコーティーも持ってますしナザロフも持ってますね。それからクルーザーのドミンゲスですね、マルセロ・ドミンゲス、これアルゼンチンの選手ですけど、これもプロモート契約してますね。全部で6人世界チャンピオンを抱えてるんですよ。すごいですね。やっぱり最終的に目指すのはしかしこのアメリカでの戦いでしょう。左を持っていきました。要所要所で浜田さんいい左を出してきますね。浮いてからドッキリの感じですね。はい、相手の右を避けた瞬間に左を打つと、はい、まあこれにもう少しパンチがあればといつも思っているところではありますけどね。その分やっぱり力入るんでしょうね。ただウィテカーも踏み込んで打つときはですね結構いいパンチ出すんですね。ディオベルス・ウタゾ、これ
あれノックアウトしたパンチなんかはいいパンチだったですよね、はい、まあ、逆転 KO 勝ちだったですけど、ね、苦しい試合でしたよね。今度は右がヒットします。よくウィッテカーのパンチがヒットしています。浜田さん、ペストリアエフアンドレイの方はどうでしょうか。まあ、ウィッテカーに先手先手を取られてるんで、今はなんとかしのがんという感じですね。あ、今ちょっとペースが全くウィッテカーに傾いています。ただし、あのアンドレイもですね、それほどクリーヒットは許してないですが、ペースは取られてますけどね、はい、右クロス気味です。左のフックをかわしました。ワイフックです。ウィテカーパンチに力入れてますよ、ロシアのアンドレイ・ペストラエフを、まあ、迎え撃つような格好になっています。これはどちらがチャンピオンでもないんですけれども、紹介の仕方で分かりますね。ウィテカーが先になってますからね、そしてアンドレイ・ペストラエフ、先と言いましょうか、この格上に扱われています。まあ、実績ありますからね。そうですね。ミノック、今ボディを打っていきます。ガードを高く上げまして入ってきます。ボディフロー、中へ中へ入ろうというカードウィッカーです。距離の違いからどうしても踏み込んでいきます。第3ラウンド終了しました。まあ、このラウンドもウィッカーは積極的に攻めましたね。たまに強い左もありましたし、で右もヒットしてましたよね。だからやはりクリーンヒットを比べないといけないですね。どうも後世前出てですね、押し込んでる方がなんか勝ってるように見えるかもしれませんが、これ相撲じゃないですからね、ボクシングですからね。やっぱりヒットしたそのパンチ、それの効果、そして数、それをよく見ないといけないですね。前出てるからといって決して優勢であるとは限らないですね。この試合はハイライトでお送りしています。 WBA 世界ウェルター級のタイトル挑戦者決定戦です。ラウンドは第8ラウンドになりました。小泉さん、4ラウンドから7ラウンド、この中盤の展開というのはどういう感じだったんでしょうか。まあ、ペースとしてはウィテカが取ってますね、ただですね、ペストラエフも手出してきましたね、はい、途中その、連打でですね、取ったラウンドもありましたね。右を当てます。リーチを生かします。アンドレイ・ペストラエフ、おお、その辺なんかちょっとずるいですけどね、老廃なところです。しかしやはりパワーで勝ります。ペストラエフ、ディブロー、なんとしてもパーネル浮いてか、まだあと一腹二腹探したいという気持ちが強く出ています。ウィテカーです。まあ、浜田さん、2敗したといってももうずっと以前のホセ、ラミレス、それからデラホイアは最近ですけども、この2人ですからね。まあ、またデラホイアとの試合は、はい、ウィテカーが勝ってたんじゃないかという人もいるしですね。そうですね、いい試合でしたよ、あとチャベスとも引き分けた試合を演じています。チャベスとの試合もまだね、まだまだこれから何かありそうな気配もあります。そうですね。あ、まあ、チャベスは最近そういえば左肘を手術したという噂も、噂じゃない情報もあります、まだまだこれから先どういった展開になるんでしょうか。そういうことを考えますと、このパーネルウィテカーというのはなかなか話題を提供してくれます。浜田さん、これはウィテカーの方からくっついていってるんですか。まあ、あの、内側に行けばやっぱり自然とそうなってきますよね、接近します。ウィテカーはやっぱりノックアウトしたいという気持ちがあるんで、どうしても力入りますね。あ、まあ、その分パンチにも威力は増してはいますけどね、このカウンターがよく当たります。本当に先ほどから浜田さんがおっしゃっている通り、ウィテカーにパンチ力があったら、これでだいぶ ね、 そうなんですね、まあ、天は二物を与えておりません。
スピードを与える代わりに、この抜群のボディコントロールを与える代わりに、パンチ力はそれほどありませんが、コンビネーションを持っています。これにパンチ力があれば本当に誰もかなわないなという感じもありますよね。まさに文句なしのパウンドをパウンドになってしまいますからね。またパンチがあればですね、これだけディフェンスっていうのが磨かれないですよね。そんなもんですよ。逆はまた信頼ですね、はい。今のラウンドはですね、ウィテカーがですね、やはり有効なクリーンヒットは多かったと思うんですよ、はい。ペストライフですね、もう手打ちで結構ジャーブ出してましたけど、それはもうブロックされたり外されたりしてますから。英語でコミュニケーション取ってるんですね。そうですね、ロシアの選手っていうのは結構英語喋りますね、はい。ユーリ選手やジミーコーチなんかも競泳ジムの人たちと英語で話したりしてましたよね、はいはい。第9ラウンドに入りました。まあ、浜田さん、おさらいのような感じになってしまいますが、この動きのいいパーネル・ウィテカーを崩すにはどういうふうに戦えばいいわけですか。この選手に勝つのは大変なことで ではありますよ、まあ、ただこの試合ウィテカー先手先手で来てるんでですね、はい、これで一緒になって打たんといかんですよね。一緒になって、はい、今ああいう後ろを狙ったようですけれども、手数はやっぱりウィテカーが勝っています。アッパーを出してきます。左後ろが右返しました。コーナー決めます。まあ、アンドリー のタイプからすると、長い距離の方が好きな選手ですね、この選手は、はい。入り込まれてますよ。ワンツーをしたいな、慎重なブッカーという情報ですが、アンドレイ・ペストライフ、ここまで入り込まれています。ワンツーも思うように打てなくなりました。立ち上がりこそ見せつつあったんですけれども、ショートの打ち合い。持ち味がなかなか出せません。アンドレイ・ペストライフ、くぐられます。ただ、おっと、はい、ウィテカーもですね、ボクシングちょっと変化してきてますね。どう変わりました？以前だったらもっと避けて避けてですね、そしてその打つときは速いスピードのパンチで打ってましたね、はい。この頃やはり力込めたパンチ打つようになってきてますし、前よりは動きを節約って言いますかね、いい意味で言えばいい節約になりますね。逆に言えばちょっと以前ほどは動かなくなってきましたね。体が動かなくなってきてます。省エネになってきてるんですかね。やっぱりそこは私は一種の衰えだと思いますけどね。おっと、まあ、浜田さん、ボクサーの生涯を見てもチャベスでさえどん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 形は変わりますし、何か補うものが出てこなければいけないんでしょうね、衰える分。それは、まあ、経験によってだん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 変わるし、180度変わるというのもまた珍しいことでありますけどね、まあ、ウィテカー、まあ、仮にこの試合に関するとですね、はい、やっぱり相手が先に打ってくる選手じゃないですからね、はいはい、そういった面では、まあ、ノックアウトを狙っているというのもあるでしょうけど、逆に浮いたかの方から先に仕掛けてるっていう感じですね。なるほどね。相手のタイプにもよると。ああと打ち下ろし当たりません。入り込まれます。左、この試合は自分から行っています。浮いたか、あーと、あれは良くない。いやー、怒りました。踏み出してまいりました。まあ、浮いたかのやりそうなことではありますけどね。アパリエさん飛び出してまいりました。いや今注意だけで済んだようですね。やってしまったとか言って本人は分かってるんですよね。あの辺も役者ですから、って言って自分気がつかなかったみたいな格好してるんですよね。あ、今のね、リプレイです。これはリプレイです。ドゥエンバックバックガープ。まあ、今もポイントはやはりウィテカーに行くと思いますね。勝ってるなというのを言ってますけれども、アンドレイ・ペストライフ、ポイントはリードされております。第10ラウンドに入りました。中盤もリードはされていたようですので、パーネル・ウィテカーだいぶアドバンテージを持っています。となりますと、逆にアンドレイ・ペストライフ、ぐいぐいと浜田さん、自分の方からやっぱり今言ってますけど、打たなきゃいけませんね。まあ、そうじゃない
ないとポイントは挽回できないですね。ですね。これはタイトルマッチではありません。このタイトルマッチに結びつけるための大事な試合です。これもやはりタイトルマッチと同じ気持ちでやっぱり、まあ相手が浮いてからですからね、やっぱりタイトルマッチ、まあ仮に浮いてからに勝ったとすればタイトル取ったぐらいの評価をされますよね。そうですね。そしてウィテカーは逆にこの試合で負けているようではもう気も遠くなってしまうと。そうですね、まあ、ウィテカーのレベルからするとこの相手に負けたんじゃ、まあ、1位ですけどね、負けたんではデラフォアの対戦コーティーとの試合というのはないですね、はい、実力者ランキング1位のフェストライフを迎えているウィテカーではありますが、かつて4階級制覇した選手ですが、それだけの見方をされてしまいます。ワシュティ、ワシュティ。ワンツー。変わすばい、スタンドウェイ。ちょっと単発になりました。この辺は得意のディフェンスです。逃げ切るというボディコントロールでかわします。終盤近くなると浜さん、相手まで出てくるんですけど、この試合も少しその辺にを見せ始めました。まあ、まだ相手が出てき始めましたからね、はいはい、そういったいつもの、まあ、パフォーマンス的なところが入りつつありますね。相手が出てくると自分が引いてパフォーマンスを加えていきます。自分のペースが作れません。アンドレイ・ペストレフ、このままあとこのラウンドを入れて3ラウンドですが、行ってしまうんでしょうか。逆転一発のパンチを打ち込むことができるか。本当に浜田さん、ウィテカーは左、サウスポー特有の動き方、あんまりしないですよね。ですからここ日本でも今までのサウスポーが右回りするという基本があったわけですけど、ウィテカーのボクシングを取り入れるようなトレーナーも増えてましたね。肩にはまんなくてもいいんだと。もう要するにウィテカーがこんな強化症だと、はい、いう感じですよね。まあ、やはり目のいい選手でないとこういうボクシングできないですね。パンチの見切りですね。なるほど。見切りっていうとですね、パンチが伸びてくる、ここまで伸びる、そのパンチの相手の伸びのですね、その限界をその察知するんですね。でそれをちょっと不正したら紙一重で受けられますね。それは見切りですね。今向こう側にいる方がロニーシールズさんですね。あ、今名前が出てます。ちょうど出てます。この絵は一番上にアカリエさんの名前です。3 minutes, fight hard. Okay. Here, go, you win. Go, champ. You win, you win. もうなんか精神論ですね。行け、ゴー、ゴーですね。11ラウンド目に入りました。アメリカはコネチカット州レッドヤードで行われています。WBA 世界ウェルター級のタイトルへの挑戦者決定戦です。2人とも高いランキングを持っています。ウィテカーが2位、そしてアンドレイ・ペストライフ1位です。ボディを叩きます。ショートですが、やっぱりテストライブはショートだと自分のパンチが全然いけないんですね。ダウンですか？ダウンですね。ダウンにしましたね。ダウンです。ちょっと悪ふざけですね。だけどこれをダウン取るっていうのはちょっと解せないですよね。ダウンを取られました。11ラウンド。あれはセコンドが抗議しないといけないですよね。何もありませんでしたね。わずかにブーイングが湧き上がっています。フォックスウッズカジノで行われていますこの挑戦者決定戦。さあ、このポイント減がどうウィテカーの動きに響きますか。
あまりそういうのは気にしない人なんですが、フランスは表には出しません。ちょっとエキサイトしてきました。レフェリーのジムサムさん、まあ、当然ポイントは負けてること知ってますから、あれをダウン取ってくれたんですから、勢いづきますね。ハンドレーは出てきますよね。来ました。逆に出てくるところカウンターを取りに来ます。ウィテカーです。この辺は老廃です。自分のマイナスポイントをいい方向に結びつけてしまいます。パーネル・ウィテカー、これは全然打ち込みません。はい、止まりました。ちょっとこういうシーンが多くなってきています。うまく入れ替われます。どちらかというとウィテカーの方に注意を与えるような感じで分けます。なんかこのラウンドに関しては急にウィテカーに厳しくなったようなレフリング の感じがしますね。ウィテカーばっかり見てますね。レフリーに嫌われてしまいましたね。これ要注意だぞということなんでしょうか。まあ、11ラウンドの終了、はい、そんなことはないと思うんですけど、たまたまですね。孤独の異名通り燃えまくりました。犬を追い散らすというのは分かるんですけど、ブルドッグバーがですね、レフリーを追い散らしたんですよね、今。さっきダウンに関しての抗議でしょうね。さあ、その辺が出てくるでしょう。ここでグリフィン出て横見てるんですからですね、あそこで打たせたらダメなんですよ。レフリーは間に入ってですね、お互いが向き合って正々堂々、うん、そういう打ち合う姿勢を作ってやらないといけないわけですよ。あれはある意味でレフリーの怠慢なんですよね。それなのにそこで打ったパンチダウンしてたらそれはしょうがないですよね。さあ、ラストラウンドになりました。その前にポイントは、ポイントは一応ダウンがありましたから10対8ですね。ダウンを認めます。認めるというかポイント的にね、ダウンのポイントを与えました。ラストラウンドです。おお、最後の反撃に出ます。アンドレイ・ペストラヤフ、まあ、ダウン以外もですね、ペストラヤフの方が攻めてましたよね。なるほど、はい。だからあれどうダウンとなくてもラウンドとしてはそのペストラヤフ、まあ、アンドレイですね、はい。だからアンドレイはですね、ダウン取ったからといって安堵したらダメですね。まだポイント負けてますよね。はい、下ろしていきます。あと1ラウンド、イナパー、あのアッパーあたりは当てたいところかもしれませんが、あった、アマさん、もうあと1ラウンド残したウィテカーの戦い方はうまいですからね。うまいというか、まあ、いつものボクシングに切り替えましたね。距離をせず、距離を、ね、自分の距離を取ってかわしてしまうという、そういったことはもう天下一品です。これをやられたらもうちょっとやすずは倒せないですからね。まあ倒せないというか当たらないですね。当たらないですね。まあ、かつてあの三浦清さんといってロカビリーボクシングであのレオ・スピノさんに勝って東洋のバンタム級チャンピオンになったことありますね、はい。それと同様にこれもう一種のショッキリ相撲ですよね。ともかくこの3分間倒されずに判定へ持っていけば自分の勝ちという、はい、そのウィテカーのラストラウンドの勝ち方なんですよね。おおと左を持ってきました。それでも倒してやろうという青柳さん、この辺は見事にかわします。アンドウィテカー、あー出てきました。受けることだけだったら天下一品。ただしちょっとウィテカも疲れてますね。ちょっと体のキレが悪いですね、はいはい、前のめりになってこういうクリンチで時間を稼いでますね。時計を止めました。あと30秒足らず、ワンスピーチですか。あと30秒ほど、
手打ちの打ち方ですね。腰が回転してないですね。体重が上手に、あのパンチに上手に乗ってないんですよ、はい、このアンドレのパンチは。ただし手の回転だけで打ってますから速いことは速いんですよね。おっと試合終了です。ラストラウンドは、まあ、ウィテカーですね、もう、まあ、逃げにかかってますからね、あのアンドレイの構成取っていいと思いますね、はい、1対9。もう勝ちを信じて疑わないというパーネル・ウィテカー、これで挑戦者決定でしょうか。結構、ブーイングの声が聞こえますね。ここはコネチカット州レッドヤード。表情見ても面白いですね。もうブーイングには浜さん慣れっこみたいですね。まあいつもの悪役ぶりですね。そうですね。どうして君たち僕のボクシングわからないのっていう感じですね。まあだからウィテカーみたいなのはどこでやってもしぶとい話ですよ。なるほどね、もう本当に、いい心臓をしてるんでしょうね。うん、そうじゃなかったあんなたまにふざけたまねしないですね。Score cards. Glenn Feldman scores the bout 115 to 103. Pardon me, make that 113. Pernell Whitaker. Don O'Neill scores the bout 114 to 113. Tommy Kazmarek scores at 115 to 112. For the winner by unanimous decision, Pernell Whitaker. 僅差ですね。115対113、2ポイント差。114対113、1ポイント差。113対112。アナウンスによるとこれも1ポイント差ですね。どよめきというかブーイングというかざわめき、そんな感じの、ああ激昂してる人がいます。これはあのミシェル・アカリですね、はい、兄さんのこの採点は何だって、うわおかしいだろうという。これで負けかっていうのは勝ってはないと思いますよね。本人はがっくりきています。